沖縄のタイモ、沖縄の店頭で販売されている、蒸された状態のタイモタイモは、浅い水を張った畑で栽培される里芋。水芋とも呼ばれる。主に日本の南西諸島の各地で栽培されており、地域によって呼び名が異なる。沖縄島では、ターンム、与論島では、ターヌーン、沖の選ぶ島では、ターニウム、奄美大島では、ターウム、機械島では、 ウムなどと呼ばれている。原産地は、インド東部からインドシナ半島にかけての熱帯地方であり、一般的な里芋の2倍体変種。草丈は1.5から2メートルになり、根形は長さ約15センチメートルの防水型となる。親芋の周囲に数個から10個以下程度の小芋ができ、親芋小芋ともに食用となる。小芋から出ている茎は次の栽培のために使用される。 若い葉も、食用となる。赤系種と白系種とがあるが、種として白系種が栽培されている。専用の水田で栽培されることもあるが、稲田の脇で栽培されることが多い。ただし稲田の下流では、品質が悪くなるとされる。水中で栽培するためネズミに食べられたりモグラに、荒らされることがなく、台風にも強いため非常用の食料として重宝、されている。 南西諸島の自生植物ではなく人間によって持ち込まれた植物であり一部野生化しているものもある特別な道具を使わずに木の棒一本で栽培収穫することができ水田に植えたままで貯蔵できるなど利用しやすい作物であることから南西諸島において稲作に先立って広く栽培されていたと考えられている加熱すると一般的な里芋より 粘り気があり、各地で大麻を潰して餅状にした料理が作られている。色は薄紫色で味は八つ頭に似ている。米の餅の原型であったとする説もある。沖縄島ではタンムと呼ばれる。植えてから約1年間で収穫され、昭和初期以前は正月用として収穫される冬食のみであったが、その後、春食や夏食も行われるようになった。 生の状態では出荷されず一度蒸して、芋の量費を判別してから出荷される。主な産地は、ギノ野湾市の大仙台芋畑と金町。与論島では、ターヌーン、またはタームジと呼ばれる。沖の選ぶ島では、ターンニウームと呼ばれ、主として、島の中部地域で栽培されている。夏食と冬食とがあり、2年、または3年で収穫される。奄美大島の南部では、 ターム、またはターム寺、北部では、クワリと呼ばれる。トカラ列島では、旧暦2月から3月にかけて植えられ、2年目の12月から翌正月にかけて収穫される。薬島及び種ヶ島北部では、タイモ、種ヶ島南部では、水芋、または、イモと呼ばれている。薬島では、長田地区でのみ栽培されている。ありがとうございます。